お待たせいたしました。本日は荒川、台東、見る、買う、食べる街、商店街で発見、びっくりジェジェジェ、びっくり伝統文化 in 台東にお越しいただき誠にありがとうございます。それではここでインタラクティブプロジェクションマッピングを行うにあたり、主催者であります台東区商店街連合会会長早津志郎よりご挨拶をさせていただきます。早津会長、どうぞよろしくお願いいたします。区商連の早津でございます。今日はですね、この寒い中皆さん大勢お集まりいただきまして大変ありがとうございます。私の方から見ると一つもお顔が見えませんけれども、多くの方がお集まりいただけていると信じております。このインタラクティブマッピング、実は東京駅でやりました。非常に有名になりましたけれども、こちらでもできることになりました。これについてはNHK さんに非常にご協力をいただきまして、1から10までご協力をいただきまして、今回もですね、すべてのイベントに NHK さんが、ご協力を賜りました。厚く御礼を申し上げたいと思います。今日も非常にいい出来だというふうに信じております。皆様と一緒にどうぞ楽しんでまいりましょう。ありがとうございました。林会長、ありがとうございました。さあ、それではただいまよりプロジェクションマッピングを行います。伝統芸能である和太鼓とプロジェクションマッピング映像が重要文化財清水観音堂を美しく幻想的に彩ります。和太鼓のリズムに合わせてリアルタイムに変化するインタラクティブ映像となっておりまして、まさに伝統と最先端技術の夢の共演となっております。この和太鼓を演奏していただきますのは浅草太鼓番の皆様です。浅草太鼓番は和太鼓演奏者小林太郎氏が設立した和太鼓団体で、浅草を拠点として全国のイベントにて演奏活動を行っております。それではステージの方にご登場いただきましょう。どうぞ皆様拍手でお迎えください。